フレッド・バンブリーとは、アメリカ合衆国入りの一周、ロックフォード出身のバスケットボール選手。NBA のトロントラプターズに所属している。ポジションは、ポイントガード。ビチタ州立大学時代は、ロンベーカーとのガードコンビで鳴らし、2013年は、NCWA トーナメントで、同大学をフィナール4に導く。さらに2014年から3年連続で、 ミズーリーバレーカンファレンスのファーストチームに選出され、同カンファレンスの最優秀選手にも2回、選出されるなど活躍したバンブリートだったが、2016年の NBA ドラフトでは、どのチームからも指名を受けることはできなかった。2016年7月の NBA サマーリーグで、バンブリートはトロントラプターズの一員として参加し、同月28日にトレーニングキャンプに関する。 契約を締結。熾烈な開幕最終ロースター枠争いを勝ち抜き、10月22日に正式に選手契約を結んだ。2021年2月2日のオーランドマジック戦では、11本のスリーポイントシュートを沈め、自身のキャリアハイとなる54得点を記録した。この記録は、デマー・デローザンの52得点を上回る、球団史上最多得点記録であるほか モゼスマローによる53得点を上回るドラフト外選手による個人最多得点を記録する快挙である。ありがとうございます。